構造。中心核とも。惑星、衛星、恒星などの核はコアとも言う。地球の構造地球の核は直径約 7000km で、地表からは地下 2900km 以下にある。陰鉄の成分から、主に鉄とニッケルからできていると考えられている。構造は液体の外核と固体の内核からなると考えられている。 中心温度は太陽の表面温度とほぼ等しい約6000系。液体の外角が流動して誘導気電力が発生することで核内に電流が流れ地磁気が発生すると考えられている。内角と外角の地震学的な境界面はレーマンフレン属面と呼ばれる。コアマントル境界は CMB と略す。また地震学的には 外角とマントルの境界面は、グーテンベルクフレン族面と呼ばれる。内角と外角を総称して、地殻と呼ばれることもあるが、内角、外角の区分が発見される、以前の古い故障である上に、地殻と紛らわしいため、その故障が近年で用いられることは少ない。地球以外の惑星や衛星などでも、中心部の、周辺部より高密度の領域を核と呼ぶ。 どのような素性、物性の核について論じているかを明確にするため、金属核、岩石核、固体核などの用語も使われる。核の外側の層は、地球同様、マントルと呼ばれる。地球型惑星の内部構造。核は、オレンジ色。水星、金星、火星の地球型惑星は、地長による圧縮を考慮しても、なお密度が岩石より高いことから、 地球と同様に金属核が存在することが推定できる。惑星に対する核の半径の比率は様々で、火星は40%、地球や金星は50%、水星では75%に達する。金星や火星には地球のような強い磁場がないことから、地球の外核のような液体層は存在しないと考えられているが、水星の核は 地球と同様に一部が誘拐して磁場を発生させていると言われる。月やガリレオ衛星など大型の衛星にも金属核が存在する可能性が高い。ガリレオ衛星のイオやヨーロパは半径の3分の1程度の核を持つと予測されている。ただし、地球以外で地震波による探査がなされた唯一の天体である月では金属核の明確な証拠は まだ見つかっていない。月は平均密度が高くないため金属核が存在するとしても小さいものだと考えられている。鉄隕石と石質隕石の存在から小惑星の中にも金属層と岩石層が分化し金属核を持つものがあることがわかる。過去に溶融状態を経験した小惑星は早々に分化した。 内部構造を持つようになると考えられている。代表例としてはベスタが挙げられる。巨大ガス惑星の内部構造。核は茶色。木星、土星といった木星型惑星は体積の大部分が水素、ヘリウム、水、アンモニア、メタンなどの気体内視気発成分からなるが、中心部には岩石を主体とする固体核が存在する。核は 惑星全体と比べ小さいが、それでも地球の10倍前後の質量を持つと考えられている。天皇星と海洋星では木星や土星と比べ水素、ヘリウムの量が少ない。質量の大部分は水、アンモニアメタンの氷からなるマントルに占められており、マントルの内部には岩石の核が存在すると見られる。太陽系外惑星についても質量と半径が 観測可能な場合は、計算された平均密度に基づいて内部構造を予想することができる。例えば、高密度のガス惑星である HD149026B は、地球質量の100倍前後に相当する巨大な核を持っていると推定されている。また、主星に近い軌道を持つ巨大惑星では、表層の揮発成分が失われて、 固体核が露出するようになる可能性があり、このような天体は、クトニア惑星と呼ばれている。大型の氷衛星や太陽系外縁天体は、氷の層のもとに岩石核を、さらに岩石核の中に金属核を持つ可能性が高い。これらの天体では、同じ核という言葉で、文脈によって岩石核を意味することと、金属核を意味することとがある。 太陽の内部構造、ビルト第二彗星の核 M87 の活動銀河核構成では原子核融合を起こしている領域と、またその内側に燃えかすからなる領域があれば、それを含め核と呼ぶ。これとは別に構成の生成論では収縮する分子雲の中心部の圧力平行となった高密度領域を核と呼ぶ。彗星では、 大気であるコマに覆われた個体の本体を描くという。セーファート銀河、クエーサーなどの活動銀河では、中心部のごく小さい領域のみが活発に活動しており、それを活動銀河核くという。推定されるサイズに比べ推定質量が非常に大きいため、超大質量、ブラックホールがあると考えられている。 我々の銀河系のように活動銀河というほどの活動性がなくとも、同様に小さな活動領域があれば、銀河核、核ということがある。他に、渦巻銀河の銀河バルジや、漠然と銀河の中心部を指して、コア、センターとも言う。ありがとうございます。